はい、今回は31から33回まで攻略動画出していきます。で、まずは31回から、まあ比較的まだ簡単な方なんですけど、こいつが必殺技を早く打ってくるのと、スタン攻撃やってくるんで、犬巻先輩とかがスタンになっちゃうとこのパーティーだと厳しいかなっていう。で、五条先生が撤退するまでに2回必殺技を打てれば、まあ負けないかなっていう感じですね。はい。で、まあ31、32、33とまた分けて攻略動画出して飛べるようにしておきます。概要欄に貼っといて。で、最後に、パーティー紹介、それぞれのキャラとか斬新の状況を、育成状況を報告します。はい。で、まず犬巻先輩が斬新使って防げ。で、学長とナナミンがバフで、五条先生斬新使って、で、バフで、ここでいきなり犬巻先輩がスタンにならないと嬉しいなっていう感じですね。よし、あ、そう、2回攻撃だ。うん、まあ五条先生に飛んでくるとね、ありがたいですよね。で、こいつらがね、2回行動したらもうすぐに必殺技打ってくるんですけど、まあ3ターン目に五条先生が必殺技打てるんで、犬巻先輩がスタンさせられなければ、まあ、雑魚2体は普通に倒せるっていう感じですね。で、犬巻先輩と五条先生連携必殺技。で、学長は斬新使ってバフ。で、ナナミンが斬新使ってバフ。まあ、防御アップですね。で、五条先生必殺技。で、周りの雑魚は倒せますね。これで。で、一応防御アップ。アップしてるけど、必殺技が犬巻先輩に飛んできたらやられちゃうかもしれないですね。結構ダメージでかかったと思うんで。で、五条先生が2回必殺技打てればブレイクできるんで、で、ブレイクした後は結構ダメージ通るんで、っていう感じですね。はい。で、犬巻先輩攻撃、学長とナナミンが連携必殺技。で、五条先生が3回行動した後に溜まるんで、まあ、一発、術式打っちゃうと消費されちゃうんで、まあ、殴っとくか。体術で。ブレイクが絡むとすぐに打てるんですけどね。2ターン後に必殺技、七海じゃない。五条先生。ちょっと足らないんですよね、必殺ゲージが。はい。で、もう必殺技打ってくるんですよね。まあでも、一回防げできるんで、まあ五条先生は必殺技打てるでしょうっていう感じで、まあ多分大丈夫ですね。さすがに斬死でアップしてないんでやられちゃうかな。ああ、大丈夫か。犬巻先輩か、七海に飛んできたら危なかったかもしれないですね。うん、攻撃、学長とナナミンバフ、五条先生斬新使ってバフ、次のターン必殺技ですね。あ、もう必殺技打ってくる、早いな。まあでもこれで攻撃バフバフで、これでブレイクするんで、まあ大丈夫ですね。はい。とりあえずここはスタンが犬巻先輩に早い段階で飛んでこなければ、まあ大丈夫っていう感じですね。うん。問題なし。で、まあ花見入れてるけど、学長とナナミンも結構強いんで、まあ、サブは誰でもいいかなっていう感じですよね。まあ、いいか。まあ、あとは適当で。とりあえず、五条先生に一回打てれば大丈夫でしょっていう。うん。まあ、サブは誰でもいいかな。赤の属性なら、ユリ属性なら。
よし、っていう感じですね。うん。まあ、ここはまだ簡単なんですよね。次がやばい。次やばいっすよ。次32回。マジできつかった。多分一番難しかった、今までの中で。はい。はい。では今回32回やっていきましょう。で、難しいのポイントが、敵がね、全体、スタン攻撃をやってくるんですよね。で、まあ、ランダムなんで、毎ターン、誰かスタンになってるとか、ザラにあるっていう、めちゃめちゃ運要素が、ね、でかいっていう。で、単体のスタン攻撃もやってくるんですよね。で、あと、必殺技が厄介。必殺技は全体攻撃で、まあ、ダメージ自体はそんなになんですけど、毒ですね。毒が3ターンかな。あって、そこが安定してダメージ、HP 減らされちゃうんで、そこが厳しい。きついっていうとこっすよね。で、あとは術式ダウン付与もやってくるんで、まあ多分体術キャラの方がいいので、まあ属性とかも見て、パパクロが接待のクエストかなっていう感じですね。まあ持ってないので、これでやっていきます。はい、じゃあいきます。本当にね、運要素がかなりでかくなっちゃうクエストですね。はい。ではまず1ターン目。犬巻先輩は、残滓使って防げ。で、拡張とナナミンと花見は普通に攻撃。で、2ターン目からは、犬巻先輩はできるときは、防げ。で、拡張とナナミンはバフ。で、花見は領域展開してないときは、これ、美しき大地で、敵の余ダメージダウン付与と必殺ゲージ上昇ね、自分の。領域展開中は必殺ゲージは回復しないんで、花見。はい。あー、3になっちゃったね。で、バフバフ。美しき大地。まあ、本来ならスタンになってなかったら、ここでね、必殺技打てたんですけどね。まあ、仕方ない。で、バフ、バフ、防げ。誰もなるなよ。よし、オッケー。まだいい。じゃあ、必殺技打ちます。残滓も使います。で、毒、必殺技なんですけど、敵の。毒ダメージの法則がよくわからないんですけど、多分、まあ、防御アップしてないと、結構食らっちゃうよっていう。で、防御アップしてると本当に1000とか、毎ターン1000とか2000の時もあれば、4000とか食らう時あるんで、ちょっとわかんないけど、結構いいよ今。今んとこいいよ。で、2回とも勝ったパターンが、今でかい、ダメージが。犬巻先輩が2回連携必殺技を打って、花見が2回領域展開できた時なんですよね。で、毒ダメージどんぐらいだ？ 2400 だから打てないね。ワンチャン毒になった時は犬巻先輩、スタンになった方がいいんですよね。犬巻先輩は行動すると HP 減っちゃうんで、まあ多分2回は打てないな。で、防ぎやって、で、まあ、学長とナナミンが、学長は呪力も少ないし、必殺技ゲージ自体もあんま溜まってないんで、まあ普通の攻撃で大丈夫っす、ここは。で、花見は、領域展開は4ターンかな。4ターンか3ターンだと思うんですけど、残り1ターンになったら美しき大地を使って、敵の余ダメージダウンを付与したいっていう感じ。まあ基本は普通に攻撃で大丈夫だけど、まあ呪力結構余裕あるから、このダメージでかい方でいいかな。犬巻先輩だけスタンとかにはなんないよね。厳しいな。で、まあこっからバフかけていきますか。東堂も出てくるし。いやー、もう一回打ちたかったな、猪木先輩。ただ、ダメージ結構与えれる、出れてるから、
東堂は残滓使って必殺ゲージ回復して普通に攻撃。ただ、ブレークゲージがかなり減らせてるんで、かなり展開はいいです。うわー、ちょっとスタン、ダメだって、これがうざいんですよね。はい。で、ここで必殺技打たれるんで、相当きつい展開なんですけど、めちゃめちゃ迷うな、これ。もう2体必殺ゲージ溜まってたら、連携必殺技も打っちゃって、で、そしたらワンチャンブレイクできる可能性あるんですけど、1体なんで、すけど、一応、東堂入れてる理由が、まあ、体術、術式ダウンやってるんで、体術っていうのもあるんですけど、これですね。錯乱を付与できる可能性があるんですよ、これ。この技。で、錯乱になると、ダメージ量がアップするんですね。敵の。ただ、錯乱になった状態の敵を攻撃しちゃうと、錯乱が解除されちゃうんですよね。うん、っていうとこもあって、錯乱になる確率46.8でしょう。コマンドスキルレベル8で。で、錯乱になった状態で行動不能になる可能性もあるんですけど、行動不能になる確率が、まあ、自分で検証した結果30%前後なんですけど、敵の必殺技待機状態じゃなかったら、必殺技打たないんですけど、ナナミン。待機状態だからな。もうここで、毒食らっちゃうともう全滅ですね。もう勝てないんで。で、これが、錯乱付与する攻撃が一番最後なんで、ワンチャンも狙って、バフかけて、ワンチャンブレイクできる可能性も考えて、ナナミンの必殺技単体だけど打っちゃいます。で、ハナミもこれがね、必殺カウントが多いほどダメージアップなんで、すけど。ブレイクできたら勝てると思います、多分。ブレイクできたらダメージ結構でかいんで、東堂と学長の連携必殺技で多分倒せます。よし、行け。対象の7対3の点を弱点うわ、あ、でもいけるか、ブにレイク。私からはいけ一るっしょ、これ。おこの点をし。決定にどこを見ているしかも、錯乱入っ私た。を見せたぞ錯乱入ると、攻撃しなかったら錯乱状態続くんですよね。ただ、花、うわ。ただ、花見く絶対攻撃しちゃうんで、どうしような、これ。単体必殺技はもったいないよな、さすがに。で、これで、友情の記憶で自分と後ろの味方、体術アップ。さて、まあ、準備を片付錯け乱は解除されちゃうけど、まあ、ちょっとでもダメージでかいように。どうやら俺授ブレイクも業しをてるし始ね。めよう。ここが踏ん張りどころそだ。おっしゃ、結構食らった。よし、勝ったな、これ私は。を見せたぞ。これは勝った、さすがに。さて、手早よくし。参りましょう。ここが踏ん張りどころです。まだまだ。行くぞ。総力戦だ。わあ、やっと勝てたー。っていう感じです。今回多分ダメージの上村があったから勝てたのかな。花見と、ナナミンの連携必殺技ですね。結構ムラがあるんですよね。100万超えたら結構いい方なんですけど、130万だ超えたらいい、結構いい方なんですけど、200万超えてましたよね。で、あとは、ねえ、ブレイクゲージ結構減らせてたのと、あと、一個前は、やっぱ、犬巻先輩が、連携必殺技を2回打てて、かつ花見がもう一回、領域展開できたんで勝てたんですよね。で、その前が、まあ、さっきやったやつですね。結構、HP はそこそこ残ってたんだけど、ブレイクゲージそこそこ減らせててて、
錯乱状態にできたんですよ。これで。東堂の。これで。錯乱状態になって、かつ行動不能になったんで、敵が。で、東堂と誰かかな。誰かの連携必殺技食らわして一気にブレイクになって勝てたっていうパターン。で、3回勝てましたね。今回で3回目。っていう感じなんで、本当に運次第です。全く、だってスターになんなかったら、しっかり、ね、バフかけて、必殺技打って、で、防御アップもしてるから、毒のダメージも比較的低いし、で、毒になった後に、犬巻先輩が、スターになれば、行動しないんで、HP の減りもね、毒だけの分になるっていう、そういう運の要素もありますよね。で、犬巻先輩は連携必殺技で、HP が回復するんで、結構、アップした状態で、毒になって、スタンになれば、もう一発撃てる可能性あるよねっていう、感じですね。っていう感じで、かなり運要素がでかいので、32回は、難しかったです。はい、じゃあ次33回やっていきます。はい。では33回やっていきます。32回よりは簡単ですね、全然。はい。で、まあ、影属性有利なんで、まあ、いつも通りの、五条先生、パーティーです。こんな感じです。で、錯乱やってくるんで、錯乱でバフが乗らないとかね。で、とか、防げできないとか。で、その間にやられちゃうとか。とりあえず五条先生が2発必殺技打てれば、まあ、確実にブレイクできると思うんで、そこですね。はい。で、まあ、いつも通り犬巻先輩が残滓使って防げ。学長バフ。西宮ちゃん攻撃。五条先生残滓使ってバフ。で、まあ、五条先生2回打った後に、まあ、有利属性の上古いるし、大丈夫でしょっていう感じですね。で、2ダメ防げやって、バフ。西宮ちゃんもバフで、五条先生バフ。そうっすね。やっぱ、犬巻先輩が集中的に狙われて、やられちゃうと勝てないですね。五条先生2回打てなくなっちゃうんで、必殺技。で、必殺技、犬巻先輩。で、学長バフ、残滓使って。で、西宮ちゃんバフ。で、五条先生必殺技。で、ここでもうこの時点でかなり HP とブレイクゲージを減らせるんで。で、あと、犬巻先輩やられちゃう前に一回でも防げができれば、五条先生多分撤退する前に撃てるんで、もう一発。大丈夫だよねっていう感じですね。錯乱も厄介だけど、確か錯乱は必殺技打つときには発動しないんだよな。確か。で、多分一回、まあ、たまんないよね。バフ2回でたまんないんで、1回体術攻撃やっときましょう。錯乱は必殺技打つときは、行動不能になんないんですよね、確か。よし、しかも麻痺した。スタンになった。これは大丈夫そうですね。はい。で、敵が必殺技なんで、バフかけて、あれ？もう一旦かな。西宮ちゃんもう一旦後か。で、残滓で防御アップして、あ、でも錯乱してるから、大丈夫かな？あ、ダメでした。あ、でも五条先生飛んできたから、セーフでした。まあ、でも、ね、犬巻先輩が、もう防ぎやってるんで、五条先生溜まるんで大丈夫ですね。はい。で、バフ。犬巻先輩攻撃、学長西宮ちゃん、五条先生バフ。で、まあ、とりあえず2回打てれば、五条先生、必殺技、ね、単体でも大丈夫ですね。
それじゃおしまいに。はい、あ、学長なかったね、呪力が。これ倒せるかな。倒せなくてもブレイクはできるでしょう。よし、倒せました。はい、っていう感じですね。はい、じゃあ育成状況見ますか。いや、あの32回ほんと一番難しかった。まだ他やってないからあれだけど。で、31回から、はい、特に変わってないかな、前回の動画から。稲巻先輩レベル103、グレードはまだマックスじゃないけど11で、覚醒後コマンドスキル8188、左から。で、斬死がまあいつも通りのやつですね。呪力量アップのやつで、上限解放4、レベル73で、拡張が、レベル109マックスで、グレードもマックスで、覚醒後コマンドスキル左から、8138で、斬死がまあいつも通り、上限解放後なレベル70、はい。で、ナナミンがレベル105、グレード11で、まだ上げてないか。で、覚醒後コマンドスキルが7038で、斬死がこれ上限解放1、レベル60、はい。で、ナナミンレベルマックス、グレードマックス、覚醒1、スキルレベル左から8310、はい。で、斬死がまあいつも通りですね、上後の強敵開口のやつ、上限解放5で、花見がレベル94、グレード11でマックスで、コマンドスキル8888です。で、斬死がまあ上限解放後で、強敵開口のやつですね、必殺ゲージ回復、はい、っていう感じです。32、いやー大変だったなー。で、紹介してないのがこれか。斬死。上限解放。これは二次使いましたね。二次使って、一個しか持ってなかったんで、三つ使って上限解放して、これでアップさせました。体術、術式 33% アップ。で、規格外。レベル70、上限解放3。で、東堂が、まあ僕無課金なんですけど、チケットでめっちゃ被ったんですよ。リセマラで東堂ゲットして、チケットで東堂が被りまくって、覚醒3なんですよね。で、グレードはあんま上げてないな。で、コマンドスキル8887。で、やっぱまあ、東堂は、必殺技結構強いですし、まあやっぱワンチャンこれを狙えるっていう。錯乱を狙えるっていうのが一番でかいですよね。錯乱状態で敵が行動不能になっ、かつ、連携必殺技ができる状態だったら、かなり、チャンス。まあ、やっぱできればね、さっきも言ったように、犬巻先輩が2回連携必殺技、花見が2回領域展開できれば、まあ、ほぼほぼ、東堂出てこなくても、大丈夫でしょうっていう。まあ、二回打ったら、まあ、多分稲巻先輩撤退してるか。っていう感じですね。ま、いろいろね、防御アップやって、毒のダメージ低くしたりしてたんですけど、結局やっぱHP 半分ぐらいしか減らせないとか、だったんで、もうだったらもうバフ全開にして、あとは運任せの方がいいかなっていう感じで、このパーティーが完成しましたね。うん。で、ワンチャン、東堂の桜が狙えるし、東堂時代も必殺技が結構強いし、で、やっぱ敵が術式、非ダメージダウンやってるんで、やっぱ体術の有利属性って言ったら東堂か、マキさんも試したんですけど、やっぱ東堂の方が良かったし、東堂やと、やっぱ、クリアできるかどうかなっていう時に、やっぱワンチャン狙えるっていうのがあったから、これね、ブギウギ、うん。っていうので、やりました。で、一応これですね。これじゃない。
友情の記憶で自分と後ろの体術アップできるんですけど、で、錯乱、で、こっちの方が錯乱確率高いんですよね。70%で錯乱になるんですけど、ピンポイントで、東堂の後ろのやつを単体攻撃、敵がやってこないと、これ発動しないですからね。っていう感じでこれを狙っ、ブギウギ狙ったっていう。それでクリアできたっていう。最初かな？一番最初かな？それでクリアできたっていう感じでしたね。で、さっきも言ったように2回目は、稲垣先輩が2回連携必殺技打てて、花見が連携2回必殺技打ててっていう感じでクリアできたっていう感じですかね。多分、犬巻先輩が毒になった後に、いい感じにスタンになって、行動しなくて、毒ダメージがあんま食らわなくて生き残ったんじゃないかなって思うんですけどね。ちょっと記憶があれなんですけど、動画撮ってなかったね、その時は。っていう感じです。はい。で、33は、しめちゃんか。レベル103、グレード11で、マックス、覚醒5、スキルレベル左から8、9、5、7です。で、ジョーゴはレベル101、グレード11で、あんま上げてないですね。で、コマンドスキル6、5、6、8っていう感じです。はい、というわけで、やっと33回までクリアしました。はい。いやー、なんか、やっぱ報酬うまいんであれですけど、なんか32回でちょっと嫌になったな。無限回路、報酬も美味しいた、おい、美味しいし楽しいと思ってたけど、32でちょっと心折れかけましたね。ああ、多分パパグロ接待だと思うけどね。術式被ダメージダウンで、ってなるとね。はい、というわけで、50無理だね。50は無理だけど、とりあえず頑張ります。ご視聴ありがとうございました。